皆さんこんにちは。それでは令和3年度の行政書士試験合格者インタビューですね。今回は内山久美さん来ていただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ内山さん、上級総合カリキュラムということで、先ほどお話を伺ってみると、その前年度とかっていうのもかなり惜しい、はい、ところだったということなんですが、はい、どんな感じだったんですか？そうです、1回目が176点、うん、2回目が174点。なるほどなるほど。じゃあ1回目なんかあれですよね、1問分ですよね。そうなんです。なるほど、176、174ときて、はい、それでそのご自身の中でここが足りないのかなというのは分析としてはどうだったんですか？そうですね、もう記述に頼らず、うん、もうマークシートだけで点を取っていかないと、うんうん、もうこのモヤモヤっとしたのが一番嫌な時期だなっていうのが、年明けですよね。そうなんです、うん、本番から年明けのいわゆる記述待ちってやつですよね。そうですね、うん、なるほど。じゃあマークシートでもう180超えてくるぐらいの実力をつけようということですよね。どうだったんですかね、その上級始まってからのこの勉強のスタイルは変わりました、前の年とは？そうですね、もともと少し勉強していたのがあるので、はい、それを崩さずというか、うんうん、それとまた同じ被るのをするのって時間の無駄かなって思ったので、うんはい、図表まとめが頭に入って、うんうん、でそこから少し前のテキストを使ってくださいみたいな感じ、はいはい、で復習するってすごいよりうん、でまた条文をすごいおっしゃってたの で、はい、で私もなんか結構周りからも条文を覚えろって苦手なんですけど、でも講義通してこうまた条文振り返るってすごい頭についたので、はいはい、ああなるほど、はい、じゃあ割と六法のなんか使う頻度というか、そうですね、がやっぱり 前の年とは変わってたと。前は全然使ってない。そうなんですね、なるほど、はい、じゃあ今年は結構ボロボロになったと。もうかなりここもね今日持ってきてもらったんですね。そうなんです、はい、なんていうんですか、そのテープみたいなのでね補強されてますしね。そうなんです。そうすると上級図表はあれってどっちかというとあっさりこうレビューみたいな講座じゃないですか。そうですね、だからまあ皆さんよく上級の皆さんっていうのは、うん、教材届いて2月3月にはもうあれは終わって、はい、いよいよこうアウトプットの徹底したところに入っていくよってことだったんですけど、はい、同じような。そうですね、はい、うん、そこからどんなペースでやられていったんですか、上級だと。上級だと、うん、もう過去問、うん、過去問で間違えたら、うん、また条文読むみたいな繰り返しを。あ、なるほど、そこが合格者としては変わったんですよね。そうですね、なるほど。それめんどくさかったんですね、今までは。後ろの解説を見て納得で終わってるような感じ、うんうんうん、はいはい、確かに解説、まあ僕もよく言ってますけど、解説だとなんとか2項のね、はい、いや160条2項の問題が聞かれて、ああそうだって思ってたら当然1項もあるわけですよね。そうなんです。で例えば1項2項の関係性で1項が原則で2項に例外が書いてあるパターンとかもあるし、はい、そうするとじゃあ条文の読む量も変わりますもんね。そうなんです。なるほど。よく前後も読んでっておっしゃったので、あ、そうそうそう、区切りのいいところですね。うん、それが役だったのかなって。あ、やっぱじゃあ全然もう本当に変わったんです、学習の方法がね。そう、なるほど、取り組みが変わったんですよね。そうです、うん、問題演習とかされていって、あれなんだかんだボリュームあるじゃないですか。そうです、上級の、はい、上級ってね、中上級の人はジャンプみたいなのが届くんで多いんですけど、問題数でいうと上級の人の方が多いんですよね。あ、そうなんですね。そうです、過去問も入ってるじゃないですか。あります。あれも含めると多いんですよ。結構大変ですよね。多資格を、うん、民法とかやったら心が折れそうになったので、うん、あ、なるほどなるほど、ちょっと途中でちょっとこれ厳しいから、なるほどなるほど、また基礎に戻った方がいいかな。なるほど。それでどうでしょうかね、模擬試験とかを結構早めに受けましょうかみたいな話をしたんですけど、はい、いつ頃から受けられたんですか？模擬試験は、うん、どれくらいから始まってましたか？多分始めましょうって言われたような時期から。あ、じゃあもう結構夏ぐらいから。そうですね、うん、始めて、あと他でも受けてプラスの要素もちょっとつけて、じゃあレックとかで受け始めてみたいな感じですよね。そうですね、うん、6回パックとかですか？そうです、そうです。そう、もうすでに今年5、60人インタビューしてるんですけど、はい、やたら皆さんそれ受けてるんです。うん、レックの6回パックで、で皆さんこの持ってくるのが付録が良かった。ああ、そうなんですね。良かったですね、直前になんかまとめてあってとか。ああ、うん、でもまあ、上がるとでやってまた講義受けて、うん、まあ、そっちのもう一つのは、まあ、そこで足りなかったりとか、うん、プラスの記述のとことかを、うん、まあ、他では出てこないので、はいはいはい、そういうので参考、こう相乗効果みたいな感じですね。そんな感じですね。何回ぐらい受けられたんですか、トータルで？トータルででも6回ぐらいですね。6回。模擬試験の調子はどうだったんですか、その点数？模擬試験は180は超えてたか、前後か。もう全部合格点は超えてきてると。超えてきたんですけど、やっぱり直前になると不安しかない。ああ、なるほど。その直前の不安はどういう不安なんですか？なんか模擬でやったのと、うん、本当の試験って少し書き方のニュアンスが違ってくるので、そこの解釈を間違えたらどうしようとか。ああ、なるほどなるほど。勉強量とか勉強の方法は
自信があったってことですよね、はい、そうです、うん、で実際でもやっぱりそのやり方でやっていって本番受けたら間違ってなかったってことですね。そうですね、うんうん、条文をね確かにあの、うん、合格する年と前の年だと全然取り組み方が違うっていう人多いんですよ、はい、そういう方とかに何かこうありますか、こう条文。そうですね、うん、条文だけで覚えるっていうのはすごい辛いことだと思うので、うんうんうん、あの講義通して言ってる中、うん、よたじゃないですけど、うん、ちょっと雑談であったりとか、うんうん、そういうのと結びつけて覚えておくと、うん、あこういう時によく、まあ、あの仮の義務付けが苦手で、はい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 、で義務付けがあって仮の義務付けだって時に、ええ、仮だからってすごいおっしゃってたのを、うん、頭に入っていて、はい、これとこれがなくちゃいけないっていうのが、うん、なんかそれでリンクして頭に入ってたっていうのがあって、うん、あなるほどなるほど。じゃあなんかこう具体例なり問題演習通じて条文も一緒に広げていくみたいな感じですよ ね、 すね、うん、なるほど、うん、本当にね条文とお友達みたいになるかどうかで点数が本当に全然変わってくるんで、それは非常に大事なことなんじゃないかなと思うんですよね。商法会社法とかどうだったんですか。商法会社法はもうテキストボリュームあるじゃないですか、はいはい、内容もあるので、うん、もう言われたことだけ の、うん、あの組織であったりとか、うん、あ出そうなとこだけ出そうなとこだけ、うん、商法と設立とかそんな感じ。なるほど、そういうことですね。でメリハリ大事ですよね。そうですね、うん、まあ、中上級上級のレベルの人だとやれないこともないんですけど、やっぱり他との可処分時間のね、兼ね合いがありますもんね、うんうん、学習時間の捻出とかどうだったんですか、その日々の。あそうですね、うん、私子供が3人いるので、はいはいはい、まあ、大体あの会社の通勤の時に過去問を読んで、うん、家に帰って、うん、9時半ぐらいから大体全部終わってるので、うん、そこからもうあのウェブで2時間ぐらい、はい、あなるほど。じゃあまず読むのが通勤の時 で帰ってきてから落ち着いてから講義を聞く。そう、講義を聞くっていう、うん、なるほどなるほど。じゃあそうやって、じゃあトータルで、そうですよね、今の話だと 3,4 時間とか勉強していく。そうですね、4時間ぐらいはですよね、はい、うん、そうか。じゃあお子さんがいらっしゃるから、その土日極端に増やすとかっていうことではないってことですよね。子どもの、あの習い事の合間に読んでるとか、うん、あなるほど、持っていってみたいな、持っていって、うんうん、なるほどなるほど。アガルートの上級の過去問とかの問題集って確かあのサイズ感が小さい。あそうなんですよ、ね、だから多分持ち運びはカバンに入ってね、ちょうどよくて、あそうですね、カバンに入りやすいサイズだと思うんで、あの中上級の人が持ってるあのジャンプみたいなのはでかいんですけど、上級の人のやつはなんかサイズがちっちゃいね、お弁当カバンみたいな、うん、そうそう、そのサイズにしてあるんで持ち運びしやすいんじゃないかなと思うんですよね、うんうん、さてあのカメラの向こうにはですね、はい、同じように、お子さんを育てられながらとか、はい、うん、あともっと言えば前年度とかに176点で涙を飲んだ、うん、 うん、そして先ほどもちょっとおっしゃいましたけど、ちょっと実はそんなに言うほど条文と親しんでないんだっていう方もいらっしゃると思うんですよね、はい、そういった方にぜひ最後アドバイス、メッセージあればお願いします。そうですね、まあ、あのここを選んで、まあ、そのために、まあ、大変なこともありましたけれど、まあ、自分でやるって決めたことを信じてやるっていうのが、それが合格につながるのかなって思っています。皆さん頑張ってください。よろしいですか。はい、はい、というわけでですね、今回は見事ね、あリベンジってね言っていいんでしょうね、はい、見事な本当リベンジをね果たされました。そしてやっぱり話を伺ってて皆さん分かると思いますけど、条文に対する意識がやっぱり全然最後変わったということですよね、うん、見事な合格を果たされました。令和3年度合格者内山久美さん、来ていただきました。おめでとうございました。ありがとうございます。